ステファノ・ペッシーナは、イタリアとモネガスクの奥満長者の実業家であり、ウォルグリーンブーツ・アライアンスの副会長、最高経営責任者、および人を株主。ペッシーナは、ペスカーラで生まれ、ミラノ、コモ、ナポリで育った。彼は、ミラノ工科大学を格工学で卒業し、その後学会でキャリアをスタートし、後に、ミラノの市場調査会社アセニルシンに入社した。彼は、 各物理学者になることを志したが、1970年代の混乱した政治情勢により失意した。1977年、ペッシーナはイタリアのナポリにある家族の医薬品卸売業者を引き継ぎ、それをフランコイタリアの医薬品卸売グループであるアライアンシゾーントに変えた。1997年にアライアンスユニケムと合併した。 2001年から2004年まで彼は CEO を務めた。彼は副会長を務め、後に会長を務めた。同社は2006年にブーツグループ PLC と合併し、2007年7月に非公開になった。ペッシーナは2007年から2014年までアライアンスブーツの会長を務め、現在は副会長検査以降経営責任者を務めている。ペッシーナは ウォルグリーンブーツアライアンスの取締役である。彼は消費財フォーラムの取締役である。2015年1月31日のサンデーテレグラフへのインタビューで、ペシーナは2015年5月に英国の労働党が総選挙に勝利する見通しについて次のようにコメントした。彼らが話すように行動した場合、それは壊滅的になるだろう。問題は、 彼らが自分で発言したように行動するかどうかです。脅したり叫ぶことと日常的に国の指揮を取り管理することは全く異なります。彼は労働党のビジネス政策をビジネスには役立たず、国には役立たず、結局は彼らにとっても役立たないものだろうと説明した。サンデーテレグラフはペシーナが彼が嫌をする特定の政策について 詳しく述べることを拒否したと述べた。2月1日、労働党のシャドウビジネス長官中カウムンナは、インディペンデント紙にこう答えました。英国に住んでおらず、英国に税金を払わない者が企業を主導し、支払う者に公正な貢献をすることを避けていると、報告されている企業が、英国の最大の利益が何か知りたいと主張する場合、 英国の人々と英国の企業は独自の結論を導きます労働党党首のエドミリバンドは2月2日のスカイニュースとのライブ Q&A セッションで次のように述べている。ブーツの会長はモナコに住んでおり英国の税金を払っていません。税金を払わない人に投票する方法を教えてもらえればと思います2月2日、ウォルグリーンブーツアライアンスは次のように述べた。 ステファノ・ペシーナによるコメントは他のたくさんの会話の中の一部で背景を無視して一部を抜き取られたものです。ステファノ・ペシーナは個人的な見解のみを表明しており、エドミリバンドや労働党に対して反対運動を行っていません。2月6日、ザ・テレグラフの副編集長であるアレスター・ヒースは世界最大の起業家の一人であるペシーナに対する 労働者と自由民主党の政治家による攻撃は無防備であるのと同じくらい無意味であると説明した。1985年以来、ペッシーナはオルネラバラがパートナーであり、彼女はウォルグリーンブーツアライアンスの共同最高執行責任者である。ペッシーナは以前離婚しており、大人の子供が二人いる。ありがとうございます。